クルビデンスオクワガタは、高う注目、クワガタムシカ、オオクワガタ属、オオクワガタア属の一種であり、オオクワガタの仲間では、オオガタ種である。種小名のカービデンズとは、曲がった歯のという意味である。オスの体長は30.1から80.0ミ、mm、リメートル。メスの体長は27.6から42.4ミ、mm、リメートル。分布する地域によって、体の大きさ。 体型、歯型に違いが見られるが、名前の通り、内歯がひねり曲がったようなラインが明確である。個体差も大きいが、標高の高い地域の方が大型になる傾向がある。以前に、同一種の別足種とされていたホペンオ置クワ型と比べて、体の光沢が強く、大顎が発達していて、武士が細い。インド北部、ネパール、ブータン、ミャンマー、タイ北部、ラオス、 ベトナム北部、中国南部標高が高い地域に生息していて、生息地域は広いが個体数は少ない。成虫は、夜行性で、紅葉樹の樹液を餌としている。成虫での寿命は2から4年である。オスは、樹液が出る大木のほらを縄張りにしている。メスは、オスの縄張りや産卵場所を求めて飛び歩き、紅葉樹の太い立ち枯れなどに産卵する。 産卵から孵化までは約1ヶ月。幼虫は地上部分の朽ち木の中で生活し、その朽ち木を食べて育つ。生育期間は生育環境や温度条件、大きさによって幅があり、幼虫期間は半年2年。サナギから孵化までは約1ヶ月。以前には同一種の別足という説もあったグランディスオークワガタとはラオスで。 ホペオオクワガタとは中国の厚生相続自治区で、リツセマオ,オクワガタとは台北部で混成していることから別種であることが確認されている。また、アンタエウスオ,オクワガタとも多くの地域で混成しているが、幼虫の好む生育環境は異なっている。近年、日本への輸出のため、現地の人々が収入源としてクワガタ捕獲していて、 大木を切り倒していることが社会問題となり環境への影響が心配されている。ありがとうございます。